美しい文字の書き方、ひらがな、す、ね、書いていきます。すの元の字から書いていきますね。楷書で書きます。すん、ね。すんが、からこういうふうにね、現代の形にボールペンでも書きます。す、元の字がね、すんですので、やっぱ左が長い。ね。短く、この真ん中に書かないように。広く、左が広く、右は狭くなるように。と、まあ、書き方ですけども、私、ここ三角作るように書いてます。ね、多少丸くてもそれは構いませんので、三角作るようにしてもらって、徐々にそれを柔らかく書いていってもらうと、書きやすいと思う。最初は硬くね、書いてもらったらいいと思います。で、三角なんですね。まあ、ちょっと、まあ、ほとんど一緒ぐらいでもいいんですけど、少しこっちの方がね、長めに来て。わかりにくかったら同じでも構いません。同じように書いて、徐々に柔らかくしていってください。左が広く。で、すもね、この部分なんですけど、別に押さえてはないので、筆が、そのひっくり返るので押さえたようになりますけども、だから、漢字みたいにぐっとこう押さえたりはしないようにね、書いてください。柔らかく繋がっていくように書いてください。では、すの説明終わります。